こんにちは、こんばんはゆっくり霊夢です。こんにちは、こんばんはゆっくり魔理沙だぜ。今回はスーパーファミコン版のスーパーストリートファイター2、難度8に挑戦します。ヘタレプレイヤーのウプ主が頑張ります。スーパープレイではありませんが、ゆっくりしていってね。オプション画面で難度8を確認します。しっかりとゲーム難度が8になっているな。それでは挑戦開始。使用キャラクターはユウです。初戦の相手はザンギエフだな。ザンギエフはスクリューパイルドライバーを使う赤きサイクロンね。モヒカンのプロレスラーなのぜ。最初ぐらいは軽く勝たないとね。ターボのザンギエフは垂直ジャンプ強キックで安定だったんだけど、スーパーのザンギエフはきっちり間合いの前で止まってくるな。頭が良くなっているわね。難度8の CPU はガードが硬く、攻撃力も高いので、そばに近づくと非常に危険です。暗い投げをされてしまったわね。CPU にとっては暗い投げはリターンの方が大きいです。暗い投げのリスクがある戦法は割に合わないってことかしら。強キックを当てる位置によっては暗い投げが確定してしまうので、祈るしかないわね。波動拳を連打しても、軽く避けられているわね。サイド、垂直ジャンプ強キック作戦です。今度はバックドロップを食らいました。完全にザンギエフのペースだな。しまった、やられた。いきなりの敗戦です。先行き不安な幕開けね。懲りずに3度目の垂直ジャンプ強キック作戦です。今のところはうまくいってるわね。間合いの調整もしっかりとできているな。立ち弱パンチで落とされた。どんどん間合いを詰められているな。こっち来んな。残り体力にだいぶ差ができたな。あ、間違えて昇竜拳が出てしまった。竜拳使いのあるある暴発だな。あともう少し。当たらねえ。立ち弱パンチの先端にジャンプ強キックがヒットして勝利です。なんとか勝てたな。運命の第3ラウンドです。地上戦は投げが怖いので結局ピョンピョン作戦です。ザンギエフ戦ではスクリューパイルドライバーを食らわないことが最重要事項だからな。ジャンプ強キックがうまくヒットしたわね。なんとか押し切りたいところだな。牽制の立ち弱パンチにジャンプ強キックが連続ヒット。最後に波動拳がヒットして気絶させることができたな。気絶中は連続技を入れるのがベストなんだけど、最強レベル CPU は回復が早いので投げで我慢します。初戦ですが、苦戦の末勝利です。なかなかやるな。だがまだまだ腫瘍が足りんようだな。第2戦目の相手はサンダーホークだな。ホークはスーパーストリートファイター2からの新キャラクターで、投げ技のメキシカンタイフーンと上昇系対空技トマホークバスターを軸にして攻めてくるパワー系の誇り高き戦士です。コンドルダイブという空中から地上に向かって一直線に滑空して体当たりする必殺技もあるのぜ。ホークはザンギエフと違って積極的に飛び込んでくるので、昇竜拳で落としたり、ジャッジに波動拳を重ねたりして主導拳を握りたいわね。波動昇竜のパターンも有効だな。ホークのジャンプ攻撃とコンドルダイブは軌道が違うからある程度先読みも必要だけどね。1本目、勝利です。ザンギエフ戦よりは余裕があったわね。防御性能はザンギエフの方が高いかもな。
ラウンド2ファイ。ホーク戦はとにかくリーチが長い攻撃を、攻撃の隙に決めていきたいな。投げ必殺技のメッチカン対空は食らいたくないので、接近戦はなるべく避けたいところです。これは明らかに弱小有権を出すのを失敗しているな。今度は弱パンチが当たった後に小有権が出たな。焦るとコマンド入力失敗するのはしょうがないでしょ。また小有権出すのミスっただろ。かっこよく小有権でフィニッシュです。無視すんなよ。まあ一戦目よりはいい内容だったな。小有権を破らぬ限り、お前に勝ち目はない。第3戦目の相手は DJ だな。DJ もスーパーストリートファイター2からの新キャラね。キックボクシングを使う陽気なジャマイカンなのぜ。飛び道具のエアスラッシャーと豊富な対空技で攻めてくるわよ。マシンガンアッパーは面白い技だよな。無理にでも使いたくなる必殺技よね。決められた方は精神的ダメージも大きいのぜ。めくり性能が高いジャンプ中キックが厄介よね。そのまま連続技を叩き込まれると半分以上の体力を持っていかれるからな。基本は波動拳で飛ばせて小有拳で落としたいところだけど、なかなかうまくいかないわね。こんなに小有拳が暴発してれば、うまくいくわけないだろ。ちょうど今間合いでジャンプしてくれないわね。エアスラッシャーで粉砕したり、垂直ジャンプでうまく避けられているよな。あとは必殺技で削れば勝てそうね。竜巻旋風脚が当たらず飛び越えてしまったな。残り10秒ね。負けるわけにはいかないわ。ダブルローリングソバットの空振りに波動拳がヒット。なんとか競り勝ちました。ラウンド2ファイ。先制攻撃食らったな。今日足払いが届かなかったわね。ガードは相変わらず硬いな。防戦一方ね。小有拳で巻き返したいところだけど、冷静に対処されてるな。アッパーが潰されたわね。虚しく小有拳が空振って敗戦です。手も足も出なかったわね。ラウンド3ファイ。波動拳ばっかり打ってても勝てないぞ。でも、どうやって攻めたらいいのかわからないのよね。確実に波動拳を搭載してくるな。ここでゲームオーバーかしらね。最後まで希望を捨てちゃいかん。諦めたらそこで試合終了だよ。マリサ先生スト2がしたいです。だったら DJ に勝つしかないな。やってやる、やってやるぞ。暗い波動拳。水中ヒットした名前を詰めろ。暗い波動拳連射。着地に今日は足払いを重ねてうまくヒットさせたな。相手も諦めずにエアスラッシャーを連射してくるわね。壮絶な打ち合いだな。今日足払い届かねえ。暗い波動拳連射。これは真空波動拳かな。相手が相殺できないぐらいの波動拳をお見舞いしてやるわ。苦し紛れのダブルローリングソバットに波動拳がヒット。結局波動拳のゴリ押しで勝利しました。波動拳を破らぬ限り、お前に勝ち目はない。車壊しのボーナスステージです。優は2段技の強キックで安定だよな。今までに何台の車が破壊されたのかしら。この車のメーカーはどこなんだろうな。所有者は誰なのかしら。この車の車種は何だろうな。ぶっ壊してもいいのかしら。廃車確定です。パーフェクト。7万点ゲットだぜ。あとはヤードでバラして売りさばくのかな。第4戦目の相手はガイルだな。ガイルは飛び道具のソニックブームと
対空迎撃技のサマーソルトキックで、戦うアメリカ空軍の少佐よ。防御面に優れた対応型の戦闘スタイルが特徴だよな。マチガイルは有名よね。CPU のガイルはマチガイルはしないから。しつこく攻めれば、いつかは動き出すので。攻略としては、おなじみの波動昇竜ね。しかし、ガードが硬いな。全く波動拳が当たらないわね。凄まじい打ち合いだな。コマンド入力ミスりそうだわ。これは指にタコができるな。あ、昇竜拳が使った。でも、サマーソルトキックをガードできたな。昇竜拳の暴発、いてぇ？めげずに波動昇竜モードに移行するわよ。失敗してるじゃねえかよ。弱攻撃での相打ちでは全然減らないわね。強昇竜拳出さないのか？反応できませんでした。今度は昇竜拳決まったな。これは、パターン入ったかしら？いい感じだな。波動昇竜が見事に決まって勝利です。後ろのパツキンのお姉さんノリノリだなわら。ラウンド2ファイ。幸先よく、波動昇竜が決まったな。もらった。っていつもの弱パンチじゃねえか。まあ、今日足払いがヒットしたからよしとしましょう。このまま、パターンに持っていくわよ。お、パーフェクト勝ちできるかな？しぶといわね。あ、飛び込まれた。これは、間に合わなかったわね。最後の一撃が決まらない。もう一回削れば勝利。よっしゃ勝った。比較的安泰だったわね。相手の攻撃が緩かったから安心して戦えたな。国へ帰るんだな。お前にも家族がいるだろう。第5戦目の相手はエドモンド・ホンダだな。エドモンド・ホンダは百裂張り手と、スーパー頭突きやスーパー百貫落としなどの、体重を生かした重量感のある攻撃を得意とする、ジャパニーズ相撲レスラーです。赤い回しがちらちら見えるのがセクシーだな。ジャンプが低いので波動拳がある遊戯には、比較的戦いやすい相手です。しかし攻撃力が高いので、油断すると一気に KO されるなんてこともありえるので。今のところはホンダペースね。この間合いで飛んでくれるのがベストなんだよな。キャッチに今日足払いを重ねるのが、一番安全安定な戦法なのよね。キャンセル昇竜拳、失敗しただろ。かっこ悪く反撃を食らったわね。あとはチャッチ今日足払いで大丈夫かしらね。ホンダステージといえば背景のお日様が話題になったよな。近年の移植作品では無地のタイルに変更されているのよね。ラウンド2ファイ。スーパー頭突きって水平に飛んでるのすごいよな。重力の影響を受けないぐらいにスピードが出ているのかしらね。普段の生活でも移動する際に活躍しそうだな。歩くのよりも速そうだからね。周りの人は迷惑だろうけどな。本当はもっと昇竜拳を使っていきたいんだけど、防御に集中しているととっさに出すのが難しいのよね。入力ミスした時も怖いからな。めくられたか？これは対応できなかったわね。しかし、スーパー百貫落としを空振りしたので、投げを決めることができました。相性が良いので楽な戦いでした。You win. お互い力を出し切ったんだ。どちらが負けてもおかしくはなかった。ブラジル。第6戦目の相手はブランカだな。
ブランカは電撃技のエレクトリックサンダーと、突進技のローリングアタックを使用する、アマゾンの奥地で育った野生児です。人間離れしたスピードとパワーで相手を圧倒してくるのぜ。人間は過酷な状況下で育つとこうなってしまうのかしらね。さすがに電撃を放ったり、保護色にはならないと思うぞ。波動拳にバンバン当たってくれるのは助かるわね。ここは手堅く投げにします。難度8の紙引き攻撃はエグいんだよな。初のパーフェクト勝利です。3万点ゲットだぜ。 You win! Perfect! ラウンド2ファイ。ジミーさん、本気出してきたみたいだな。圧倒的じゃないか。ジミーさんは素早いリーチの長い攻撃に対してなすすべなしか。やっとファイヤー波動拳が当たった。ここからパターン入りたいな。起き上がりに波動拳を重ねて、弱波動拳を打つと高確率でヒットするのよね。あとはサービスで食らってくれたのかな。重ねが若干甘かったかしら。完全にビビってるよな。電撃だけにね。野獣を倒しました。アマゾンって恐ろしいところね。なかなかやるな。だがまだまだ腫瘍が足りんようだな。レンガ壊しのボーナスステージです。龍は2段技の強キックで安定だよな。このレンガ壊しは家庭用オリジナルなのよね。ドラム缶壊しは再現できなかったのかな。素足で蹴って痛くないのかしら。レンガはホームセンターで購入したのかな。6万点ゲットだぜ。第7戦目の相手はキャミーだな。キャミーはスーパーストリートファイター2からの新キャラね。突進技のスパイラルアローと対空技のキャノンスパイクを使う、ファン待望の女の子ファイターです。戦法は波動昇竜が有効ね。飛び道具は持っていないので波動拳を打ちまくりましょう。アクセルスピンナックルという飛び道具をすり抜けることが可能な。必殺技もあるから注意してね。女の子キャラなので人気は相当高いよな。緑色の袖なしハイレグレオタードと、赤いベレー帽のコスチュームが可愛いわよね。三つ編みもいいよな。男子なら両足で首を挟まれるフランケンシュタイナーで、投げられてみたいと一度は思ったことがあるわよね。我々は女子のまんじゅうだから思ったことはないけどな。二度目のパーフェクト勝ちです。女の子にも容赦ないな。You win! Perfect! ラウンド2ファイ。霊夢はスーパーファミコン版のストリートファイター2を、プレイするときはどんなコントローラーを使っているんだ？今回のプレイでは純正コントローラーを使用しているわね。スト2を始めた頃は純正コントローラーしか持ってなかったから、指の皮がめくれるまで十字キーで昇竜拳を練習したわね。ゲームセンターではお金がない、対戦ですぐに負けるなどの、理由であまりプレイしてなかったから、当時はアーケードスペックにはそこまで思い入れはなかったわね。キャミーちゃんを倒しました。ちょっとかわいそうね。You win!真の格闘家への道は、まだ遠い。腫瘍あるのみ。第8戦目の相手は剣だな。剣は竜と同じく昇竜拳と波動拳を使用できます。親友であり最大のライバルなのぜ。剣の強昇竜拳は炎をまとっていて最大3ヒットするのよね。かっこいい技だよな。CPU の剣は派手に暴れ回るので対処はしやすいです。防御はガバガバなので楽な相手です。キャンセル昇竜拳、失敗しただろ。いつものことです。昇竜拳のぶつかり合い、痺れる場面だな。ライバル同士の熱い戦い、嫌顔でも力が入っちゃうわね。男は拳と拳で語り合うんだぜ。
1本目、勝ちました。You win!ラウンド2敗。アッパーで落として波動拳。アッパーで落として波動拳。アッパーで落として波動拳。そして、キャンセル昇竜拳。珍しく成功したわね。最後は美しく昇竜拳でフィニッシュです。ライバルに力の違いを見せつけ、四天王に挑戦なのぜ。昇竜拳を破らぬ限り、お前に勝ち目はない。第9戦目の相手はマイク・バイソンだな。バイソンはダッシュストレートとダッシュアッパー、そしてターンパンチを使うボクサーです。最終兵器のファイナルターンパンチは凄まじい破壊力を持っているのぜ。ヘビー級のボクサーですが動きはとても速いです。油断していると10秒でノックアウトされてしまうのぜ。しかし、おバカキャラなので突進一辺倒です。ダッシュ系の必殺パンチに波動拳をぶち込んでやりましょう。冷静に動きを予測してカウンターを狙うのぜ。気絶復活が怖いので背負い投げでフィニッシュです。1本目、勝ちました。ラウンド2敗。波動拳もう一発入れ。ビビって防御しちゃったわ。攻撃のタイミングがうまく合わないわね。巧みに避けられているな。早く波動拳カウンターパターンに持っていかなくちゃ。撃て撃て撃ちまくれ。波動拳？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 よっしゃ、ピヨッタ。キャンセル昇竜拳、失敗しただろ。いつものことです。近寄ってくんじゃねえよ。超ラッシュできそうで怖いよな。ターンパンチ、溜めてるのかな。この前、もらったわね。元ヘビー級チャンピオンをノックアウトしました。波動拳が使えなかったら、こっちがやられていたかもね。世の中には俺より強い奴もいる。下手な自信は捨てることだな。タル壊しのボーナスステージです。タルは地面に落ちると攻撃判定が発生するので、空中にある間に壊しておきたいわよね。タル壊しでも2段技の強復復で安定だよな。タルは一撃で壊せない場合もあるので、2段技である近距離立ち強復復が安心なのよね。近距離でなければ2段技にならないので、技を出す場所の位置調整は大事なので。見事パーフェクトが取れました。5万点ゲットだぜ。第10戦目の相手はバルログだな。バルログは長い爪を使った攻撃と、高い機動力で相手を翻弄するのが主な格闘スタイルです。必殺技は画面端からジャンプして爪を前に突き出しつつ、高速で相手に飛びかかるスカイハイクロー、壁ジャンプや金網ジャンプから派生する、フライングバルセロナアタックや投げ技のイズナドロップがあります。バック転で攻撃を回避する、バックスラッシュという特殊技も使用します。回転中は完全無敵だけど終わり際に隙があるので、攻撃判定が出ている時間が長い。竜巻旋風脚を重ねておけばバンバン食らってくれます。1本目、勝利です。ラウンド2敗。いきなり、めくられました。弱攻撃だからダメージは少なかったな。ジャンプ攻撃を仕掛けると、高確率でバックスラッシュを出してくるので、竜巻旋風脚で攻めます。最後のジャンプ攻撃はバルログが着地前に出してしまったのでスライディングで対応されてしまったな。画面端では若干安定性が欠ける戦法みたいね。爪は攻撃を重ねれば外すこともできるわよ。得点が高いのでハイスコアアタック時には確実に決めたいよな。仮面の気候し、
撃破です。イケメンは滅びよ。世の中には俺より強い奴もいる。下手な自信は捨てることだな。第11戦目の相手はサガットだな。サガットは上下に打ち分けられる飛び道具のタイガーショットと、昇竜拳に似たタイガーアッパーカットを軸に戦う、身長2メートル超えのムエタイ戦士です。竜と同じ吹飛ばせて落とす戦い方を得意としているのぜ。ここの技性能は竜より上なのよね。機敏さや当たり判定面では竜の方が上回っているけどな。CPU サガットの動きは単純だから、対処法さえ知っていれば、そんなに怖い相手ではないわね。思いっきりタイガーアッパーカットされているんですけど、帝王にも見せ場を作ってあげなくちゃね。やばくない?あ、しまった。怖くない相手なんじゃなかったっけ?ヒーロー合宿敵の前に一度やられることは、お決まりのパターンなのよ。そうですか。今度は一方的に勝つから見てらっしゃいよ。昇竜拳、暴発してるぞ。今、アパカ危なくなかった?ピヨリ、来たー。くらえ、キャンセル昇竜拳。楽しそうだな。ピヨリの勝利です。帝王を怒らせたんじゃないか?霊夢様に同じ技は二度と通用しないのだよ。ラウンド3ファイ。あれ?負けるんじゃね?怒りの連続波動拳。帝王さん、優しいなぁ。端に追い詰めたいので背負い投げを使います。今だ飛び込め。再度飛び込め。帝王のタイガーアッパーカットが虚しく空を切る。足払いが届かねえ。絶対に負けられない戦いがそこにはある。ジャパンプライド。再び、帝王のタイガーアッパーカットが虚しく空を切りました。霊夢様が激戦を制した瞬間である。怖くない相手なんじゃなかったっけ?次行ってみよう。お互い力を出し切ったんだ。どちらが負けてもおかしくはなかった。最終戦の相手はベガ様だな。ベガ様はシャドルーの総帥で、サイコパワーと呼ばれる悪のオーラを操る謎の男です。高い機動力で対戦相手を翻弄してきます。恐怖の突進技サイコクラッシャーアタック、恐怖の足技ダブルミープレス、恐怖の頭上攻撃ヘッドプレス。これらの必殺技と最強 CPU の超反応によって、数々のプレイヤーたちを闇に葬ってきたのぜ。私は初代スト2でダルシムでベガ様200連敗したわよ。辛い思い出なのぜ。恐怖で昇竜拳が打てない。攻撃力と防御力の差、やばくね。私にこれほどのプレッシャーをかけてくるとは、格闘王を恐れし。果たして霊夢は勝てるのか?緊張でキャンセル波動拳も出ねえ。怖い、怖い。ベガ様許してー。くらえ、昇竜拳。あ、終わった。絶対に負けられない戦いがそこにはあるのよ。ここまで来て取り直しは嫌だからな。ラウンド2ファイ。私の勝ちよ。ついにここまで来たな。次の戦いに全てをかけるわよ。頑張れ霊夢。運命の第3ラウンドです。
よっしゃったー。最後は昇竜拳で決めてほしかったな。勝てばいいのよ、勝てば。それではエンディングをお楽しみください。さあ、表彰式だ。何？竜がいない。一体どこへ？真の格闘家を目指すため彼は新たなる戦いを求めていった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回はスーパーストリートファイター2をクリアしました。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。